どうもだるいもんです。今度からね、なんかちょっと今自分が持っているカメラでいろいろと Vlog を撮っていこうかなとか思っております。そして、次に今日使うカメラはこちら、GF1。こちらのね、ルミックスの GF1。これかなり昔に買ったんですけど、こちらでちょっと Vlog を撮っていこうかなとか思っております。ちなみにこれを撮っているカメラは、α7R7III です。これで動画を撮っていくのですが、これはまあフル HD なんですけどね、4K は撮れないんですけど、ちょっとこちらでどんな動画っていうか Vlog を撮っていこうと思います。まあなんか多分、まあ Vlog の内容はね、基本変わらないんですけど、画質が変わるだけでもちょっと面白いかなと思って、そんな感じで自分の持っているカメラをずっといろんな種類を、なんつったらいいんだろう。今回はこれですけど、次はまた違うカメラで撮っていきます。まあ、そんな感じで Vlog スタートです。今日は一日こちら、ルミックス GF1 で撮っていこうと思います。この感じ、どんな感じでしょうか。なんかちょっとやっぱ画面を見てるだけでもね、ちょっと手ブレがすごいのかな。難しそうですね。いつも以上に手ブレがしてしまいそうです。朝食を食べて会社に向かいたいと思います。今日はなんか寒いんで、朝のあったかいお茶がいい感じですが、このカメラ、なんかオートフォーカスだけど、自動でピントは来ないみたいですね。なんかそこがちょっと使いにくいかも。一回ピント合わせてから撮るような感じですかね。そして、ああ、外はすごい雨ですね。そしてオートフォーカスになっていなかったのはマニュアルになっておりました。オートフォーカスちゃんと設定したらオートフォーカスしております。まあ、ちょっとピント合わせるのに音がすごい、なんだ、ピント合わせる時の音がすごいんですけど、まあそれはこれどんな感じで映ってるんですかね。いい感じなのかな。この見た感じは結構綺麗に映ってるんですよね。渋谷に到着。やっぱ渋谷も降りても雨ですね。今日は一日雨なのかな。昼頃上がるようなことも言ってたような気もするけど、どうなんでしょう。なんだったっけ、名前忘れてしまいましたが、あの花のオブジェみたいな完成してきてますね。やっぱオリンピックのあれなんですかね。なんか神宮外苑のイチョウ並木のところにもなんか砦っていうか、入り口のところにね、なんか、お城みたいの建ってるんですよね。まあ、撮れたらそれも撮ろうと思うのですが。ああ、映らない。神宮外苑のところのお城を撮ろうと思ったら、止まれなかった。どうもだるいもんです。今日は、ルミックス GF1 で Vlog を撮っていきたいと思います。まあ、多分、初めの方にも言ってると思うんですが、とりあえず今日はこんな感じの Vlog です。まあちょっとね、カメラが古いのでいろいろ問題はありそうなのですが、とりあえず撮っていきます。では今日も一日よろしくお願いします。会社に着いて朝の一杯はポテトのポタージュ、こちらいただいていきたいと思います。今日は寒いのであったかいのが美味しい。温まる。雨も上がっていい感じですね。なんかでもまだ雲は厚いかな。そして今日の仕事も終わりました。さあ安全運転で帰るか。行きはちょっと神宮外苑のところのお城が取れなかったんですけど、帰り取れるかな。いやーでもここの外苑の方に行けないだけでね、なんかこのまっすぐ行ったとこ渋滞しちゃってるんですよね。でもこれまだオリンピックが終わるまでずっと行けないんですよね。信号変わらないかな。変わらないな。見えますかね。あそこお城ができてるんですよね。あっち側もなんかできてるみたいですけど、向こうはまだビニールシート、ブルーシートがかかってますね。なんか書いてありますね、あれ。
ブルーシートの方がちょっと気になりますよね。ルミックス GF1 で撮れてるこの映像どうなんですかね。なんか綺麗に撮れてるのかな。なんかこちらのカメラの液晶で見る限りは綺麗に撮れてるんですよね。うん、でもちょっと手ぶれがやっぱりすごいかな、これ。まあ、ちょっと帰って見てみないとわからないですけど、なんか手ぶれがすごそうです。あと気になるのが音声ですよね。これなんか音声のレベルメーターとかも何もついてないんで、音声がどれぐらいで撮れてるかもわかりません。まあ多分撮れてはいると思うんですけどね。うん。テント、大きいテントが前に映ってたな。映ってたかな？映してたかな？忘れちゃいましたが。なんかそこのテントがなくなってね、中からなんかお椀みたいのが出てきてたんですよね。朝、それ撮れなかったんですよね。あ、テントがなくなってると思ったらお椀みたいのがあったんですけど。無事、地元に到着。なんか地元に着いたら雨が降ってきてしまいました。これは家の中に入るのにずぶ濡れになりそうな気がする。今日もろれつが回っていない。やばいなぁ、なんか大粒の雨が降り出してきたぞ。やっぱり家に着いて中に入るのはずぶ濡れですかね。ずぶ濡れ、なんか言いにくいな。はい、とりあえず家に到着です。そして今日撮ってきた今日の動画はこちら、ルミックス GF1 で撮ってきたんですけど、どんな感じでしょうか。今これ撮ってるカメラはね、α7R3 です。そして次の動画で使うカメラは、こちら。ペンタックス Q。こちらでね、動画を撮っていこうと思います。こちらのね、ペンタックス Q 動画、どんな感じで撮れるのでしょう。ちょっと気になりますね。ということで、今日はこの辺で終了したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バッド評価、どっちでもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でよろしくお願いします。ではでは。